どこに行けばいいのかもわからないなんて。シオン、ありがとう。そろそろ決めなきゃね。私の力はもうすぐ満たされようとしてる。器に入って水がこぼれるみたいに。今私の記憶はロクサスからもらったものでいっぱいになってる。ロクサスに今の私はどういう風に見える？もし違う男の子の顔になってるなら、それは私がもうすぐ人形として完成しようとしてるってこと。ロクサス、これが空だよ。私はこれからロクサス自身も取り込まなきゃいけないの。それが私の生まれた意味。君は誰？すごく大事なことのはずなのに思い出せない。それでいいんだよ、ロクサス。俺が君を傷つけたのか？ううん、私が勝手に消えようとしてるの。ゼムナスの思い通りになんか絶対になりたくなかったから、私は空のところに自分が帰るべき場所に帰るだけ。けど一つだけお願いがあるの。私が捕らえた心を、キングダムハーツを解放して。キングダムハーツを解放？もう私にはできそうにないから。キングダムハーツをゼムナスの思い通りには。さよなら、ロクサス。また会おうね。私ロクサスに。ロクサスとアクセルに会えてよかった。二人は親友だもの。それだけは忘れないで。ダメだ、シオン。また三人でアイスを食べよう。シオン。